仮面の騎士第3話「仮面の愚者」イライラするんだよ。グリッターは辺りの景色がゆらゆらとたゆとるほどの土器を全身から立ち上らせている。俺は地面から引き抜いたランサーをきっとこうだろうという形に構えるとごくりと唾を飲み込んだ。 商店の中を見ると、ついさっき俺にイチゴを手渡してくれた気の良さそうな主人が店の奥で固く目を閉じ手を合わせている。辺りの商店からも人気が消え皆物陰に隠れて遠目にこちらをうかがっている。俺はすごく申し訳ない気持ちになった。足元にはさっき俺が殴り飛ばされた時にぶちまけてしまった 果物がめっちゃくちゃに破裂し陳列棚の破片と一緒に飛び散っているこんなのどうやって弁償すりゃいいイライラしてるところ悪いが場所を変えないかなんだとこれ以上迷惑をかけたくないお前自分の状況が分かってないのが分かってるつもりだ朝から はちゃめちゃなことばかりではあるがなんとか理解はしてる最初の聖戦の勝者だと聞いたからわざわざこんなレフュージまで迎えに来てやったってのにそいつは全く手応えのないやつだったこの今の俺の気持ちがお前にわかるか残念ながらその聖戦とやらの記憶は俺にはないんだそれが過去の栄光であるなら俺の方こそ それを振りかざして、もっと楽に生きていきたいぐらいだ。でも、何も覚えていない。本当だ。グリッターはしばらく俺を見つめていたが、ふと考えが変わったというように空を見上げた。エリー降りてこい戦いは終わりだ。エリーはグリッターの言葉を聞くと、 戸惑いながらも俺の隣に舞い降りてきた。警戒心は解いていないのが俺にも分かった。どういうことだこいつ、何も覚えてないぞ。そうなの。聖戦の後、シンがどうやって勝者たちをレフュージーに飛ばしているのか、私も知らないんだけど、どうもその過程で記憶を失ってるみたいなの。こんな手応えのない奴を殺しても、俺は一ミリも満たされない。 むしろ後味の悪さが残るだけだ。まったく、完全なる無駄足だったな。そう言って立ち去ろうとするグリッターを、エリーは意外なものを見るような目で見ている。勘違いするな。そいつは俺が殺す。ただそれは、こんな放けたバカ野郎じゃなく、二十年前の聖戦の勝者だ。そいつをやるから続ゾ々クゾクしていたんだ。がっかりさせるな。 そう言うと、そのまま振り向きもせず歩き出した。隣でエリーがほっと息をついたのが分かった。おい、あんた。俺は思わずグリッターを呼び止めた。あんたもその、聖戦に出てるのかああ聖戦だ当たり前だ。その辺のサラリーマンの親父に、 明日は仕事かと聞いてみろ。同じ答えが返ってくるはずだ。聖戦なんて名は奴が勝手に呼んでるだけだ。俺には戦いでいい。それが聖なるものかどうかなんて、どうだっていい。じゃあ、そこに行けば、あんたと戦えるんだな。エリーが俺のマントをぐっと後ろに引くのがわかった。俺と、戦いたいだと。 ああ。あんたに今日のことをやり返さなきゃ。多分、俺の聖戦は終わらないと思う。貴様。だから、それまでは、誰にも負けないでくれ。グリッターが再び、凄まじい土器を巻き上げるのが分かった。はい、そこまでさあ、グリッターは今日はもうここまでにして、出直してちょうだい。うん。君ももう変なことを言わない。今日はもうここまでさあ おしまいおしまいエリーは俺とグリッターの間に立ち、両手を広げてそれぞれを制しながら、目いっぱい明るく振る舞っているが、かなり危険なことをしているということを、エリーの引きつった表情が物語っていた。グリッターはこちらへ向き直り、エリーの制止を完全に無視して、俺の目の前まで歩いてくると、ピタリと立ち止まった。一秒だ。 今俺がお前を殺すのに必要な時間は、次会うまでに5秒は耐えられるようにしておけ。グリッターはそう言うと、一瞬動きがブレ。次の瞬間、俺の腹部に激痛が走った。俺はたまらず腹を押さえてうずくまった。ダメだ。意識が遠のいていく。チラチラと暗くなっていく視界の中で、遠くにグリッターの声が聞こえた。 本当にこいつなのか。それは間違いないわエリーの声が心なしか震えているように聞こえた気がつくと俺は大きな川沿いの草原のようなところに横たわっていた優しい風が吹き抜ける緩やかな斜面に白爪草がびっしりと生えている体を少しだけ起こし川の方を見ると ちょうど川の流進のところから向こう側が全部、さっき市場で見た青黒いガラスの壁になっていた。空の高いところまで続いているようだが、境目はよく見えない。どう痛む声の下方を見ると、エリーがすぐ上の斜面に座っていた。その顔を見ると、なぜだかほっとした。当たり前だ。 特に頭が過去最高に痛い。恐る恐る触ってみると、血はもう止まっているようだった。グリッターは前回の聖戦の勝者なの。うっかりしてた。あれが勝者なんだから、レヒュージーなんてお構いなしに攻撃してくると考えとくべきだった。奴は何なんだ仮面の戦士。正確には仮面の愚者、グリッター。真に選び出された時から今日まで、 およそルールみたいなのを守ってるところを見たことがないわ。戦いの神の決心なんて呼ぶ人たちもいるけど、私はそんないいものだと思いたくない。そうか。でも、あのグリッターが君の言葉で引き下がったのには驚いた。一体なんて言ったのいや、ただ記憶がないと言っただけだ。それでああなったのああ、驚いた。 さりぎわに挑発し始めたときには、もう本当どうしてやろうかと思ったけど、とにかく、君が無事で本当に良かった。エリーは少し憔悴して見えた。どうやら俺のことを本気で心配してくれたらしい。ああいうのが、他に何人もいるのか。そう。君はグリッターを入れて、みんなで13人いる。その頂点にいるのがシン、ン 13人。先が思いやられるな。とにかく、ミラーロに行きましょう。どうやって行くんだここからだと、いくつかの区画を経由していく形になるわ。世界の欠片が交わる場所を見つけて、そこをつないで、ミラーロを目指すの。わかった。そう返事を返したとき、エリーの向こう側に見える大きな木の影に、誰かが立っているのがわかった。 俺に見られたことに気がついたのか、その人影はすっと身を引くようにして隠れた。エリー、今誰かがこっちを見ていた。そんなはずはないわ。ここはもう町から相当離れているもの。いや、本当だ。頭をぶつけたからよ。きっと。今は急がないから、もう少し休んでいていいわよ。絶対に誰かがいた。 こういうことにはエリーの方が敏感なはずだが、こいつは気のせいだという。考えているうちに頭痛がひどくなってきた。確かにエリーの言う通り、攻撃する気があるならグリッターのように仕掛けてくるだろうし、今すぐ答えを出さなきゃいけない問題でもないような気がしてきた。何にせよ、今はとにかく頭が割れるように痛かった。俺は草原に体を横たえ、 痛む頭を静かに草の上に置いた下草越しに感じる土の冷たさが心地よくそよ風に誘われるようにして目をつむった水面のきらめきがまぶしい海辺の浜辺隣に女がいるのがわかる俺の方に体重を預け肩に顔を寄せている俺はその女の顔を見ようとするが うまく見ることができない。顎のあたりまでの髪が風になびいている。なんだ、この安心感は。俺の人生において、こんなにも安らかな気持ちになったことがかつてあったかというぐらいに心が落ち着いている。俺は傍らの小石を拾い、海に向かって投げてみた。途端に波の音が聞こえ出す。今までどうして無音だったんだ おかしなことのはずなのに、そんなこともあまり気にならなかった。こいつがいれば、他のことはどうだっていい、そんな気持ちになる。でも、じゃあこいつは一体誰なんだ俺はもう一度、その顔を見ようと試みたが、きれいという言葉に促されて、結局、海の方に目をやってしまった。きらめく太陽を目いっぱい反射して、 確かに海はとても綺麗だった。ああ、本当に綺麗だな。プリズムのように輝くその光の粒一つ一つからピントがぼけるようにして、視界が徐々に光で埋まってゆく。俺は泣いているのか波の音が静かに遠のいていく。待ってくれそう思ったが、それは声にはならなかった。 そして、大きな光の蓋をかぶせられるようにして、視界がすべて真っ白な闇になった。ねえ、大丈夫エリーが俺の顔を覗き込んでいた。ああ、大丈夫だ。少し眠ってしまったらしい。うなされてたみたいだけど。そうか。待ってくれって言ってたわよ。それはもう映画やミュージカルのように。 嘘をつけ。ラブロマンスの夢でも見てたんでしょう。もうこれだから男ってやつは、ほっといてくれ。夢にしては、妙に現実的だった。じゃあ現実かと聞かれると、何かベールのようなものを隔てたような曖昧さがあって、どうも確証は持てない。ただ、俺の記憶の空白を埋める何かであるような気がした。ふと見ると、 エリーが草原の斜面の中ほどで何やら楽しそうに踊っている軽やかにステップを踏んだかと思うと地面に片膝をつき劇的に両腕を広げると「待ってくれ」と叫んだあいつこうして俺のことを盛大にバカにしてくるあいつは一体何者なのか少し分かったような気持ちになっていたことがバカらしくなるほど 実際つかみどころのないやつだった。くれ始めた夕日を浴びて、今度は立ち上がり、左手を胸に、そして右手を大きく前に差し出し、待ってくれと叫んでいる。俺は不謹慎にも、あいつが仮面の戦士だったら迷わず真っ先にやってやるのにと考え、その冗談に自分で笑ってしまった。ねえ、そろそろ泊まるところを探さないと。 止まるところって、ここだったらまだ俺の家の近くだろう。冗談言わないで。死にそうになってるあなたを抱えて、一体いくつ世界を超えたと思ってるのえいくつ超えたんだエリーは大きく目を見開き、自覚していないことが信じられないという表情をしたかと思うと、同情するような顔になっていった。一つよ。 お前な、眠ってた人が悪いんですからね。そう言うと、草原の斜面を駆け上がり、こっちに向き直ると、口の前に両手を添え、待ってくれと叫び、夕日の中で腹を抱えて大笑いしている。俺は心底呆れ果てたが、こいつといることで少しずつ何かを思い出すという話は、どうやら本当かもしれないなと思うようになっていた。おい そんなに急ぎ足で言っても、俺を追いつけないぞ。じゃあ、追いつけないときは言ってよ、得意なやつそう言うとエリーは、楽しそうに笑って、ものすごい速さで河原の上の舗装された道を走っていった。お、おい待ってくれもう見えないところまで行ったらしいエリーの無邪気な笑い声が、夕映えの河川敷に響いた。やれやれ。 とんでもないおてんば姫だな。いや、おてんば小僧だ。誰が小僧よ。いつの間にかエリーが隣にいた。お前、怪我人をいたわろうって気がないのかこんなんで大騒ぎしていたら聖戦なんて戦えないわ。そう言うと、エリーは俺の背中をバシンと叩いた。いった <laughs> 最初の聖戦の勝者。 仮面の騎士よ。そんなことでグリッターに仕返しできるかしら。どこまでもペースを乱される。だがどうしてか嫌な気持ちにはならなかった。俺は数歩先を歩くエリーの横顔を眺めながら、なんだか自分自身が変わってきているのを感じていた。そしてこの時、新たな仮面の戦士に尾行をされていることに、俺たちはまだ全く気がついていなかった。 第3話「仮面の愚者」「ン